というわけで、相変わらずの自宅からお送りするシリーズでございますけれども、皆様におかれましてもいかがお過ごしでしょうか。こんばんは。というわけで、あれこれ食べたことあったかな、紹介したことあったかななんて思いつつ、まあ食べたいから買っちゃえというわけで買ってまいりました。それがこちら、ダベー、松の家さんの山盛りおろしポン酢ダブルロースカツ定食の特盛り、そしてトッピングコロッケです。紹介させていただいたことあるんですけれども、このスタンダードなシンプルなメニューおろしポン酢とんかつってお伝えしたことあったかな、どうなのかなっていうところで、時々揚げ物って無性に食べたくなる時があるかと思うんですけれども、それがまさに今日ということでの今回なんですけれども、こちらね、蓋を開けた瞬間にとんかつの揚げ物の香ばしい香り、並びにこちらね、山盛りおろしのポン酢のね、ちょっと酸味の効いたさっぱりとした香り漂ってきてたまりませんね。それでは早速いただきましょう。はい、というわけでね、まずはこちらおろしポン酢でとんかついただいてやりますよ。こちらとんかつ、やや時間が経ったとはいえ、さすが揚げ物といった感じで、まだまだぬくもりを感じられるとんかつの上に、キリッと冷やしてあるおろしポン酢のさっぱりとした温度でのコントラストも楽しめるといった感じで、さっぱりとしたおろしポン酢とややオイリーな揚げ物の衣とのね、相性も抜群で、これは本当に夢うまい。はい、それではこちらソースとからしでいただきましょう。このからしの鼻にツンとくる感じ、ややつけすぎた感は否めませんけれども、このスタンダードナンバーといった感じで安心できる美味しさですね。はい、それではコロッケいただきましょう。いや、こちらもね、過去に何度もいただいたことがあるかと思うんですけれども、コロッケの中のあん、じゃがいもがぬるっとした食感で、じゃがいもの甘さなんかも感じられて、いや、こちらも美味しいですね。はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いやー美味しかったですね。まあ食べ慣れたロースカツの味はさておき、あのボリュームですよね。ダブルにすると1枚おろしポン酢で食べて、またさらに1枚普通のソースでいただけるっていうね、この安心感で、ライスも特盛りにするとむちゃむちゃ量も多いですし、これが1000円以下で食えるっていう、まさにね、日本のデフレ状況を象徴しているかのような食べ物なんじゃないかななんて思ったりいたしますけれども、いやー大大大満足ですね。後半はもうそのおろしをお漬物感覚でいただきつつのとんかつというスタイルになってしまいましたけれども、いや、さっぱりいただきたい時なんかにはぴったりなんじゃないかななんて思ったりいたしましたね。というわけで、皆様もご興味ございましたらぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところで、また次回の動画でお会いいたしましょう。本日は松の家さんの山盛りおろしポン酢ダブルロースカツ定食の特盛りいただいてみたという動画でございました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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